柏巨の戦いは、紀元前506年に古代中国の春秋時代の二つの主要な国である呉と諏訪の間で起こった天下分け目の戦いであった。呉軍は、郷皇領、弟の夫、外、祖から亡命した御師匠が率いていた。芝仙の指揮によると、孫子の兵法の著者である孫武は、呉軍の司令官であったが、春秋差し伝や、 他の初期の歴史的な文章では言及されていない。祖は、霊霊委員の能の,のう河原が都市場の鎮、新委員術術に引きられた。後が勝利し、スワイの国と英に入り破壊した。後はもともと、春秋時代に大きな力を持つ、スワイの東にある、小さな国だった。祖は北にある大国の進むとたびたび争っていた。進むは、 その拡大を阻止するためにクレと手を組みクレの兵を鍛え、戦車の使い方を教えた。5は、次第に力をつけ、紀元前584年には初めて諏訪絵を破り、襲来を併合した。この後70年の間に重度戦い大半を5が、勝利した。その併王の治世中、腐敗した役人ひむきは王に、大使立ての人の結婚を誘発した。 大使だてが王になった後に復讐されるのを恐れたひむきは、大使だてを追い出し大夫の御社と長男の御名を殺すよう平王に残言した。御社の次男の御司書は、呉に逃げ復讐を誓った。ひむきは後に能河原と、人員犬に殺された。呉において御司書は、孔子公の信頼できる部下となり、孔子公のいとこの合霊を暗殺するのを手助けした。孔子公は大いに月きを考慮となった。 春秋佐子伝は、紀元前4世紀に編纂された初期の中国史の物語の一つで、戦争の詳細が説明されている。紀元前506年、その昭和の知政の間に、皇寮は諏訪江を侵略することに決めた。皇寮は自ら軍を率いて、弟の夫がい、ご師匠と共に向かった。その霊院の小瓦に王が囚われていた小国の党と、妻が呉に加わった。暮軍は、 ワイガから船を出し、観光の東岸へと向かった。これに対し農川原と芝の賃金犬は、クレと向かい合い観光の西に、祖軍で引いた。賃金犬が出した案は、能川原が観光添いで主要軍を引いて、防衛、賃金犬が、その北の国境にある北条の軍を引いて、ワイガに残されたクレ船を破壊し、クレー軍の三つの退路を塞ぎ、 クレ群を挟み撃ちにするというものだった。能河原は計画を受け入れチンイン犬は北条に出発した。しかし、チンイン犬が出国後、思考は能河原にその人々はあなたを憎み、チンイン犬をついています。チンイン犬の計画に従えば、チンイン犬は勝利と信用を勝ち取りあなたの運命は決まるでしょうと言った。脳河原は川を渡りすぐに攻撃することにした。 両軍隊は、小別山と大別山の間で三度戦い、クレ軍は勝利した。敗戦を確信しの岡原は逃げようとしたが、員犬に止められた。11月19日、両軍は柏居に布陣した。夫がは考慮に攻撃の許可を求め、能河原は無能で兵士には戦う気力がなく、攻撃すれば逃げるはずだと述べた。考慮は、 拒否したが、オットガイは従わず、紙幣五千で攻撃した。予想通りその兵は逃げ、蘇軍は引き回された。志考は殺されの小川原は丁に逃げた。オットガイは蘇軍を、新発側へと追いやり、彼らの半分が川を渡るまで待ってから、再び攻撃して敗北させた。その後、クレ軍は、食事をしていた、その兵士に追いつきようせい川で再び巣絵を、破った。 その兵士たちは逃げ出し、クレグンは彼らの食事を食べ、チンイン犬の追跡を再開した。チンイン犬は、祖軍が破れたことを知り、兵を救うため、まず夫、ガイを破った。しかし、ソ軍は、クレグンに囲まれ負傷し、勝つ見込みがないと考えた。チンイン犬は、部下のクレクヒに首を、スワイの国とエイに持ち帰るように命じた。5度の戦いにすべて敗戦したソ軍は壊滅した。 前線の敗戦を知った、その将王は、イボアニの指揮や小西といった、主な武漢の反対や民の生存を無視し、少数で逃げ出した。祖軍は将王が逃げ前軍が壊滅したことを知り、指揮は王を守るため駆けつけ、小西は兵を西に逃がした。11月29日、クレ軍は、A に入ると焼き討ち、虐殺、略奪とクレ軍の残虐行為は続いた。その兵と、 民は重傷を負い、首都は壊滅させられ座へは滅亡した。後が台頭し、この戦いは孫武を天下に知らしめた。昭王は初はめ雲亡に逃げたが、雲亡の人は彼が王だということを知らず追いかけた。昭王は、運に逃げたが、孝、唐、心身の弟の唐懐会が昭王を殺そうと、くわ立てたため、隋に逃げひごかに置かれた。ご師匠は、 永遠に入ると、平王の墓を暴き三百回鞭ち打ちし、また、昭王を探した。従わはじめ昭王を考慮に引き渡そうとするが、占いの結果が好ましくなかったため拒否する。昔、ご師書と、新宝書は親友であったが、ご師書がそう出るとき、必ず座訪を滅ぼすと言い,い、新宝書は必ず守ると答えた。永の陥落後、その役人でありかつご師書の旧友だった。 新宝書は援助を求めるために旗に行った。最初は旗の愛好は援助を拒んだが、新宝書が宮殿の中庭で泣いて7日間過ごした後、旗の愛好は彼の献身に動かされ、諏訪を助けるために軍隊を送ることに同意した。腰が子を攻める機会と考え、クレの領土に入った。新宝書は新軍と諏訪江の残党を率いて、クレを破った。また、 その小西に引きられた軍も、クレを破った。ソ広志連合軍は、クレの属国の党を滅ぼし、援助を絶った。クレに帰った、コウの弟の夫ガイが反乱を起こしたため、コウは蘇から撤退した。以後、クレとスワエは何度も戦ったが大規模なものにはならなかった。紀元前504年後が蘇を脅かしたため、スワエは弱に戦とし、次第に安定した。 クレスワへの間に大きな戦はなく、クレは腰に目を向けた。ありがとうございます。